大変長らくお待たせいたしました。本日もパイプロ実況の時間がやってまいりました。さあというわけで本日のダークマッチは武藤敬司対マサ斎藤ということで、これにまつわるオープニングトークを適当にちょっとやっていきたいと思います。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。というわけでですね、これ収録しているのが4月の19日で、昨日4月の18日ノアの後楽園ホール大会、これがアメバ TV で、無料で見れるということだったんで、無料だったら見るというせこい考え方ではございますが、それをちょっとこの間見てましてね。でそのメインが、武藤敬司丸藤直道組対、本来は正喜多宮剣王だったのが、剣王が発熱のため大事を取って欠場を、その代打として、中島克彦が、登場というマッチメイクだったわけですね。で僕よく分かってなかったんで、中島克彦と武藤敬司がどんな絡みするかなみたいなことをなんか的外れなことを言ってたんですけども、これは4月の29日に行われる、名古屋どっかの名古屋のビッグマッチですかね、で行われる武藤敬司対正喜多宮の GHC タイトルマッチの前哨戦だったということが、後になってというか試合の途中で分かるわけですね。でまあまあそうなったら、この2人が中心の絡みになるんだろうなみたいなことはなんとなく分かっていくんですけども、その、フィニッシュをもう言っていいかな、これネタバレになりますのでね、ネタバレとして聞いてくださいね。ネタバレになって怒る方は聞かないでください。多分武藤敬司の方が余裕で勝つんだろうなみたいなことを私は勝手に思ってたんですけども、ところがギッチョン正喜多宮がなんと武藤敬司からギブアップを奪い、しかも武藤敬司を流血させてフラフラの状態でリングを後にさせるというフィニッシュに、至ったわけですね。で武藤敬司が GHC でやってきて、果たして塩崎豪から、ベルトを GHC のベルトを奪うことができるのか、果たしてメジャー団体の、3団体のグランドスラムベルトを全て巻くことができるのかっていう話題になった時に、いやーちょっと無理かなとかって僕は思ったりも、いやでもな、勝ってほしいっていうのもあるしなしって複雑な状況だったんですけども、武藤敬司は勝ちました。でそこから、清宮とのタイトルマッチを含めてほぼじゃない、全部負けてないはずなんですよね。だから今回初黒星ということになりました。でその塩崎豪からベルトを奪った時に、私多分このマイクの前で言ったと思うんですけども、でも足攻めはやっぱりしないんでしょと、そうはおっしゃっても、そうは言ってもやっぱり武藤敬司のウィークポイントである足を攻めるレスラーは現れないんでしょうねみたいなことを勝手に思って言ってたんですけども、それがまあところがギッチョン裏切られたということになります。でこの正喜多宮というレスラー、僕あんまりそんなに興味がなくて、やっぱりこうマサ斎藤の2番戦時的なこう思いがあったりして、ちょっとあんまりなんかこう興味がない、うちの WMW 用語でいうところのフォト戦に触れないというやつだったんですけども、ちょっと今回面白いなと思って、この今回の4月の29日に行われる試合がかなり興味を今持たせていると。禁断の武藤敬司の足攻めを解禁したということは、どうするんだろう、武藤敬司もそれをどうするんだろう、でこのプロレスの試合が始まるまでの、いろいろ想像ですね、想像をかきたてるところのいろんなこう楽しみを増やしてくれたのでよかったかなと。でその足攻めのところもすごいんですけども、その監獄固めを決めた状態で決めるヘッドバットですね、これがねごっつい威力だったんですね。で流血一発で流血するんですけども、なんか仕込みがあったんかなっていうぐらい見事な流血でしたね。バンと割れるような感じ、多分正喜多宮の額が割れて武藤敬司にその返り血がっていうような感じだったと思うんですけど、武藤敬司の額も割れてたんかもしれないですね。まあでも
場外ではないのでね、そんな仕込みはないと思うんですけど、はい、というわけでちょっと尻切れトンボになりますが、一応ここで宣言しておきましょう。まさきタビアに注目です、個人的に。で、今度のその4月29日のタイトルマッチ、まさきタビアが勝って GHC のベルトを巻くようなことがあれば、各ファイプロ団体 WMW のリングにも上がってもらわないといけないんじゃないのみたいなことを勝手に自分の中で脳内保管で今遊んでいるということで、試合の方も時間切れ引き分けとなりましたので、オープニングトークもこの辺で終わって本編の方に行きましょう。はい、というわけで本編の方やっていきましょう。本編なのにあまりなんか視聴回数が増えないけど、もう気にしないで行くしかない、インディーのお時間じゃ分かったら出ていけ選手権、略してインディー選手権、前回の続きやってまいりましょう。シャープ26、残りこれを含め6回、さあ最後までゴールして、とにかくもう次のことなかったことにして、まあいいか、行きましょう。現在見ていただいているのが毎度おなじみランキング表の方で、現在トップがザ・グレート・サスケの55点、前回、ミスター・ポーゴが勝って50点に点数を伸ばしましたが、まだ並ぶことはできていないという状況ですね。で、金村金太郎が45点、高木三四郎が40点、ここまで4人が、綺麗に並びましたので、この4人がクライマックスシリーズに今一番近い状況で、それを中巻昌司、はやぶさ、郷龍馬、この3人が、クンズほぐれつで、ほぐれていいので、追いかけるという状況になっております。さらに下位は今こんな感じということで、現在最下位は青柳雅史、さあこれを打開すること、あ、そうか、青柳と鶴見が今再開争いということで、その直接対決から今日はスタートということになります。本日の1試合目、青柳雅史対鶴見五郎の試合からお届けしてまいります。試合開始です。ファイ、さあというわけで青柳が現在15点、鶴見が20点ということになります。今までね、大体、いやちょっとね、デコボコなんですけど、大体ね12試合ぐらい、13試合終わってるレスラーは今日はあんまり登場しないというところですね。青柳も12試合消化して、残りこの試合を含め3試合、鶴見も同じですね、12試合消化で残りこの試合を含め3試合ということになります。まあ、この辺はだから消化試合ということにはなりますけども、まあ青柳ね、まあでも青柳らしさを出せるようになったというところですね。まあ、これももうなんちゅうですかね、もう逃げと言いますか、言い訳でいつも言うのは、ファイプロワールド、まあ、もっと言えばファイプロというロジファイプロのロジック戦をやり始めてもう何年も経つんですけども、やっとこさそのレスラーらしさ、このレスラーがこのタイミングでこういう技を出したらいいよなっていうのはなんとなくはちょっとできるようにはなってきたとは思うんですけども、勝ち負けに関しては未だにわからないんですよね。もうこれをね、泣き言ですよ、これはね、これを言われるとね、僕弱いんですよ、ひょいーってなってしまいますね、もう完全に。それ以外のところはね、なんちゅうんですかね、そのある程度コントロールができるから言われても、ああなるほどと。例えば先ほどダークマッチで行った、マサ斎藤、韓国固めもっと出した方がいいですよねって言われたら、あそらそうやなと、サソリ固め出してる場合じゃないなと。いやでもまあ、一応ね、理屈があるのは韓国固めを、フィニッシュを狙うために出す、そこまでは出さないとかっていう、一応僕の中に、ルールというかロジックみたいな信念とまで言いませんけどね、というのがある場合はいいんですけども、それ以外は言われてもなんとなく変えることができるんですよ。ところがなんでこのレスラーが語れへんねん、なんでこのレスラーがこっち側よりも強いねんとか弱いねんとかって言われると、ハニャホニョホニョホニョってなるんですね。まあこれは遠回しにそれをあんまり言わないでねっていうように言ってることになるんですけども、分かってるんですよね、分かってるけどもうまくいかないなっていうようなところですね。もちろんそのうまくいってるレスラーもいるのはいるんですけどね、エディットポイントを180度統一するというルール
これがもう足かせになってるんだろうなと思っていつでもやめりゃいいんですけどもね、でもやめたらやめたで悩むんですよこればっかりは。まあ、この話をし始めるとまた長くなるんですけども、エディットポイント180で統一するっていうことをやめて、例えばアントニオ猪木、ジャイアント馬場、日本プロレス史に残る偉大なレスラーたちを、エディットポイント例えば、まあ、180の壁をこうぶち抜いて、300とか使えるだけもうマックスで使うとかっていう風にしてね、でそこでその方が強くはなるんでしょうけども、じゃあそのめちゃ強い人はいいんですよ、もうてっぺんの人で、めっちゃ弱い人もいいんですよ、こいつは弱かったよなとかっていう人、その人はエディットポイント180の、中にグイグイ収め込んでエディットポイント90ぐらいでやるとかね、でいいんですよ。でもその中間ですよね。じゃあジャンボ鶴田はアントニオ猪木、ジャイアント馬場よりもちょっと格が落ちるけども、上の方から数えた方が早いっていうのが分かりやすいですけど、じゃあ腰中四郎はどの辺とかね、でそういう、過去に歴戦をずっと連ねてきたレスラーであればそういうのがまだ分かる、まだこう位置づけがしやすいんですけども、そういうのがあんまりない、まだ今、現役でやっているレスラーたち比べようがない、実際にそんなに戦っていない、まあ、そんなにっていうとあれですよ、腰中四郎ほど戦ってないっていうんでね、っていうレスラーをじゃあエディットポイントなんぼにするぐらいがいいんだろうってなると、そこで結局悩むんですね。だそれはまた別の悩みが生まれるわけですよね。だからその辺がこう、いやそのいや例えば誰々の打撃と誰々の打撃比べたらこっちの方が空手出身やから、こいつの打撃は、9でもこいつの打撃は空手とかやってないから8、7、6とかねっていう分け方はできるんですけども、それだけじゃないですからね。だからそういう意味でエディットポイント180で統一するっていうのはサボりと思われるかもしれないですけど楽なんですよね。そんなに難しく考えないで、とにかく180にすればいいと、その中でやればいいと。ただその、まあ、弊害というか、強さのコントロールがそれではちょっとできてない部分が出てくるんですけども、その中でコントロールするのをずっとやってきたんで、もう今更はできないかなということになるので、今後もそうやってやりますけども、その強さの部分でこう言われるのはまだ僕の中では、はだから何とかって言い返せない、もう言われたらハニャハニャハニャってなるということだけお伝えして試合の方に集中していきましょう。さあ試合時間11分経過、さあどうだ、鶴見五郎がちょっとペースを握っているというところか。いや青柳も打撃は決まってますからね、なんとかこの空手で蹴りで打開していきたいところなはず。大カバーにいた、あとどうでもいい話ですけども、これね青柳ね、いつものようにまあダウンロードさせていただいたんですよ、スクールのワークショップから。で、普通であれば普通のコスチューム、まあ、道着で上下まとめて、あとはあの帯をつけてサポーターと、このね、胸のところにある、文字、これはね確かに鈴木みのるのねパーツでね、鈴木みのるが入場してくる時の、タオルっていうのがあるんですよね。あ、鈴木みのるかアントニオ猪木やったかな、その首にかけるタオル、あ、猪木か、そのタオルのパーツでそういう文字っていうのがあるんですね。でそれをパクってるというやつですね、まあ、別にあの悪いことしてるわけじゃないですかね。でこの青柳のコスチュームの素晴らしいところは、よく見ればわかるんですけども、帯の下のあたり、腰のところで、女子パーツ、女子レスラーのパーツである、プリスカートやったら、プリなんとかって言うのかな、まあ、あのスカートみたいな、あのひらひらのやつをつけてるんですね。これがね、僕は見た時に衝撃を受けて、うわ、かっこいい、道着っぽいと思って。だから、あの、もしかしたら、そこに気づいて、これは、気持ち悪いと思われてる方はもしかしたらおられるかもしれませんけど、僕の中ではあの道着のちょっと乱れた、裾って言ったらいいですかね、あそこの部分がうまく表現できてるなと思ってますので、ご理解いただけたらというところで、
こうやったらやっぱり鶴見五郎は強いんですよね。ってことは青柳が弱いかっていうと、そしてヒールレスラーなんで話さない日本人、日本人ヒールレスラー第1号ですよね鶴見五郎はね。海外からヒールレスラーを呼んでいるとお金がかかるので、日本人がヒールレスラーになって、日本人同士の戦いを見せることで経費削減なるかっていうのを国際プロレス吉村社長が考え出して、その案に乗っかったというか、実行したのが鶴見五郎ということでしたね。試合時間15分17秒、パワーボムホイップからの背面式片指固めで鶴見五郎が青柳正史から3カウントを奪った試合でした。ほい。さあということで、いきましょう。まあ、これもしたいですけどね、もうちょっと待ってね、さっきこっちね。はい、というわけで本日の2試合目、大仁田敦史対剣道長崎、ね、勝ったな、もうちょっと剣道勝ってくれっていうような、私の完全な念が、ずっと入っておりますが、大仁田敦史との試合でそれが発揮されるのか、いきましょう。本日の2試合目、大仁田敦史対剣道長崎の試合お届けしてまいります。試合開始です。ファイ。さあというわけで、大仁田が、現在25点、長崎が20点ということなので、点数だけで言うとそんなに変わらなくなったんですよね。ただその、これは、ね、難しいな。そのあの、もしかすると皆さん勘違いされてるかもしれない、その私があの FMW を見てきた、その FMW をどの FMW にも歴史がありますから、その FMW の歴史の中で、大仁田が大仁田体制って言ったんですかね、大仁田体制の時をずっと主に見てたということがあるので、そこから私は大仁田、マニアというか大仁田信者っていうんですかね、と思われてるのかなとふと最近ちょっと思ったんですけども、あんまりそうではないですからね。大仁田はすごいなと思いますよ。プロレスラーとしてはそうでもないですけども、人を引きつける、こう、もうあれは魔力ですよね。まああのアントニー猪木とか蝶野とか、が、あいつはダメだと、あいつと一緒に横に並ぶとか対戦したらダメなんだと、あいつには触れたらいけないと、勝っても負けても負けるんだと、試合に勝って相手をボコボコにしても結局あいつの、が全部持っていくから、だからもう触れてはいけない劇薬なんだっていうのを言ってたというのがある。そういう点ではすごいなと思います。プロレスラーとしてはね、それはやっぱり大したことないなっていうか、まあまあそこそこかなぐらいしかないんですけどね。そういうアイデアマン的なところではすごいなと思うんですよね。で、そのエディットを、大仁田をエディットした時に、今でも覚えてるのは、あれや、なんでこんな強くなっちゃったんだっていうか、強いんかったんですよね。強すぎるからちょっと調整せなあかんっていうのがたまにあるっていう話を、この実況というか雑談の中で、余談の中で何度かしたことがあると思うんですけど、思ってたように強くなるレスラー、思い通りですよね。思ってなかったのに強くなっちゃって困るレスラーっていうのが意外といたりするんですよね。本当は思い通りに行くのが一番なんですけどね。でそれで大仁田は先ほど言った後者、先ほどで言うと思ってたように強くなっちゃって、大仁田らしい動きはするけども、ちょっとお前そんな強かったらあかんねんみたいなことがあって、でそれで過去ちょっとだけその調整をした覚えがあるんですけども、それでも今回のシリーズが始まった時にかなり好調だったので、あーやっぱり強いか、このまま大仁田行ってしまうかなみたいなことを思ってたんですよ。がそれがあれよあれよという間に負けを重ねていて、あれあれあれっていう感じになって、僕もあのまあタヌキに化かされてると言いましょうかね、ぐらいの感覚です。なんかよう分からようになったなと。だから以前もね言いましたよね、大仁田ってもしかしたらハードボディ、特殊スキルであるハードボディを外してんのかな、違うなんかをつけてんのかな。まあもうネタバレをもう今だったらしてもいいですかね。ハードボディどころか維新魂ですね。ハードボディの要素も
備え持つ兼ねてる維新魂なんか違うあれもおまけじゃないな別のスキル特殊スキルも、ついてるというハードボディのまだ上を行くただその分、エディットポイントを使うのでちょっと不利になる可能性はあるんですけどねただまあハードボディは、しっかり装備されてるということなんですだから強いはずなんですよねところが今回このルールだったら逆に大仁田は強くないといけないはずなのにみたいな感じになってもう大混乱ですまあもうでもねこればっかりはもう仕方がないのでということになりますで逆に言うと剣道長崎はもうちょっと強くないといけないのになということをもうこれはもう散々言ってるんで割愛しますが、との戦いということになりますつまりこの2人はその僕の複雑な思いが交錯する交差点みたいなところなのでちょっとそういう意味でどっちが勝つかもちろん試合ぶりはねもう別に心配せずに何でしょうこうやってくれるんですけどちゃんと剣道長崎土佐大仁田篤史土佐は出してくれると思うんですけども問題はやっぱり決着の部分かなと思いますよねまあこれは別にファイプロに限らずプロレスって変なスポーツというかエンターテインメントだなと思うのはどっちが勝つか分けるかハラハラさせないとダメなというかダメなものなんですよねでそれを2人でなんか物語を紡ぎ上げていく感じそんなうまく言えんなでもどっちかは勝つんですよねだからその辺のなんかこのほんのちょっとしたバランスの違いでボタンの掛け違いで狂ってしまうかもしれないところを2人が必死で、なんていうかなコントロールしていく感じっていうのはそういう見方をするとまた面白いなとさあということで試合の方にもうダメよくわからないこと喋ってましたので集中して参りましょうさあ剣道長崎がまずはダウンというところかさあペンデュラム式おおいいですね剣道長崎もすかさずダウンを奪い返す大仁田もそこそこダメージを食らっていくただ大仁田はどちらかというと、ここまでの試合でダメージをたっぷり、追ってやられたところからひっくり返すというような試合も見せていますのでダウンはまだ序の口なのかもしれませんさあ椅子を振り回す大仁田に対してトラスキックで襲いかかる剣道長崎カバーに行きますカウントは2しかし積極的なというところさあ大仁田が同締めスリーパー多分最初に言った大仁田が強いなってなんか強くなっちゃったなっていうその要因の一つが先ほどの同締めスリーパーとかですね実際にそういう技をやってたので別にダメなわけじゃないんですけどもやっぱりこれがフィニッシュで決まるとギブアップを取りやすいっていうのがあったということなんですねさあさらに追撃椅子で一撃さあ大仁田が完全にペースを握ったが剣道長崎どうだ一矢報うことができるかさあコーナーに投げて串刺しのエルボーからうーんここで剣道長崎スタミナ切れこれで剣道長崎勝てば25点で最下位争いからは脱出できるという点もあります大仁田はもうここまで来たら一つでも多く勝つだけということになりますがさあ流血している剣道長崎がなんかよう流血している気がするのは気のせいかさあサイドスープレックスさあいいですねこれでダウンカウントを覚えますしかし剣道長崎もかなりスタミナを消耗しているさあ組んでこれはサンダーファイヤーいやいや返し裏方なんじゃないフランケカウント2さあ剣道長崎意外な技を見せていきますが大仁田は追撃の手を緩めないうーん飛びつき式の DDT これも大仁田が得意な技さあ剣道長崎ちょっと苦しいぞ立ち上がれるかおおなんとかファイティングポーズを取ったそしてロープに振ってきちん進行決めていくさあ腕試技これはいいぞ悪くないこの攻めでただこれが出るのがやっぱちょっと遅いんかなタイミングがもうちょっと序盤から腕を狙っていければというところなのかもうでも今言ってもしょうがないさあ試合時間17分経過トラスキックで倒しますが逆にヘッドバットで返される
ダウンカウントが入ってしまう。これは剣道長崎、多分これは大丈夫。痛くない痛くない痛くない、起き上がれ。さあなんとか8でファイティングポーズをと、ああこれはさあ剣道長崎、うわーリバース DDT も食らってしまう。うわー連続でダウンを食らってしまう。さあ剣道長崎起き上がれるか。こうなるとかなり苦しい。さあなんとか9位で立ち上がったが、さあロープに振ってカニバサミ、うーん剣道長崎追撃にいけない。大仁田のダメージはどうだ。あートラトーキックじゃない、普通のキック一発で倒れる。そして椅子を手にするフルスイングでダウンカウントが入ってしまう。剣道長崎どうだこのフィニッシュは。立ち上がった、なんとか立ち上がった。いやーしかし食らってしまう。さあこうなると剣道長崎苦しい、これは苦しい。いやでもまだ立ち上がる、反応した。さあ立ち上がれ。さあカウント8、いやもう完全に的にされた標的。ダメか、いやまあ大仁田としてはもうなりふり構っていられないというところだったんでしょうね。剣道長崎、まあまだ残りね何試合か2試合ほどあるんでまた期待しましょう。試合時間20分29秒、椅子にあるオーダーで大仁田敦が剣道長崎を、10カウント KO ということになりました。はい、もう次の試合に行きましょう。さあということで本日の3試合目となりますね。ターザン後藤、はいこれですね、高木三四郎対ターザン後藤。現在高木三四郎が40点で、クライマックスシリーズに今手がかかってるけどもどうかと、確実なものにできるのか。ターザン後藤現在25点、一つでも点数を伸ばすことができるのか、いきましょう。本日の3試合目お届けしてまいります。試合開始です。ファイ。さあということで、そういえばこの間ちょっとコメントもいただいてましたけども、あれいつやったっけな、ちょっと前ですかね、もうちょっと前か、大仁田対ターザン後藤の試合で、直接対決というか、まあ、FMW を立ち上げた2人の対決で、最後10カウントで、マットに沈んだ大仁田に対してターザン後藤が一歩だけこうプッと踏み出すような感じで止まるっていう、なんかロジックなのに、あれは僕はコントローラーでもちろん動かしてるわけじゃないですかね、不思議な動きがあって、ただなんかでも切ないなっていうコメントをいただきましたね。なんかね、あれはあるというか分かりますよね。なんかターザン後藤が大仁田に、勝ってただ見下すだけじゃなく一歩踏み出して、距離を縮めようとしたけどもやっぱり踏みとどまったみたいな、そういうドラマがなんかあったんかなと思うと、まあね、多分その時も大仁田対ターザン後藤の時にも言いましたけども、この2人が、いつか握手するというか歩み寄る時が来るのかなと思ったりするんですけどね。プロレスファンとしてはね、なんか期待したいですが、でもこの間なんか大仁田敦も今、キャリア何十年見てたっけな、何十何年で、あと何年で50年じゃあ30年か40年ぐらいになる、50年言い過ぎか、30年か40年ぐらいになるからそこまではやりますって言って、あれだけ引退するようになってたのにもう全然やらない。でもさすがにあれなんですかね、再びまた引退して、引退する詐欺はもうしないということなんですかね。まあ、それはちょっと逆になんかさすがに懲りたんかなと思いながらね、まあやったらどうなるんかなと思ったりもしますけどね。なんかこう赤の他人としたらそれがどうなるか見てみたい気もしますけどね。はい、じゃあもうその話題をやめて試合の方に集中していきましょう。さあ、高木三四郎は現在40点で、
この試合を含む残り3試合で現在単独の4位で、今日はサスケの試合があと第4試合に控えてるだけなので、これを高木三四郎が勝てば金村金太郎と再び並ぶということですね。3位で2人が並ぶということになります。だから高木三四郎としてはこれを残り、3試合2勝1敗ぐらいで勝っておけばかなり有利ですが、負け、いやー、どうかな、まあ、まあね、それは3つ全部勝ちたいところですけどね、2勝1敗でいっとけばギリギリ4位に入れるかなというところですからね。だからそういう意味ではちょっと余裕があるかなというところ。ただこのターザン後藤が、点数では現在25点で、下から数えた方が早いですが、前回大仁田敦から勝ってみたり、大物食いをしたりしなかったり、サスケ、あ、そう、サスケに勝ってるんです。グレー現在トップのサスケ、唯一敗北してるのはこのターザン後藤だけなので、だからそういう意味では三すくみはできてるんですかね。まあ難しい、まあ三すくみの話をまたすると長くなりますけども、エディットポイント、先ほど言ったエディットポイント180で統一するということで、どのレスラーも、勝つチャンスがある、弱いレスラーでも、奇跡が起これば勝てる可能性があるというのを一応やっておく、違うな、そんな意味じゃない、グーチョキパーですね。三すくみはね、このレスラーには強いけどもこのレスラーには弱いっていうことを再現したい。でそれってどんぐりの背比べみたいになるというのができたらいいなと思ってやってますが、グレートサスケのようにいっぱいしかしない、全部勝ち続けると、それ以外はね勝ち続けるというレスラーも出てくるからわからないというところですね。でさらに言うと、それがわからないから、実際に検証してみましょうということで、今回のシリーズ全日程が終わり、クライマックスシリーズのトーナメントも全部終わった後に、アフターっていうかな、その後段、その後後日談みたいな感じで、同じメンバーで、リーグ戦だけ全120試合かを、早送りでお届けして、結果だけ見てもいいしね、どんな結果になったかっていうのをまたお届けして、その違いに皆さん、まあ、もしかわからないですよね、同じになるかもしれないし全然違う結果になるかもしれないし、このターザン後藤が優勝するかもしれない、それがわからないのを皆さんに見ていただこうと思ってますのでね。さあということで、試合時間おー間もなく11分というところで、いやー今いいですね、あのテーブルの破片の上に乗せたみたいな感じで、かなり大ダメージに勝手なイメージがいただきます。さあそれでも高木三四郎の方がちょっと有利かな。ターザン後藤はこのおでこのギザギザがいいですよね。ほんのちょっとしたことなんですけど、パイプロのこのドット絵のたまにいいなぁと思うのは、思う、こういうポイントですね。さあ、フルスイングですが、これはなんとかかわす。しかし、ターザン後藤、うわぁ、今のフェイスバスターかなんか。さあ、高木三四郎はテーブルの破片を強引に持ちますが、やはり持ち慣れないのか。この辺はターザン後藤に切り返されます。ジャンピングアームブリーカーからの脇固め。じわじわと高木三四郎の腕、耐久度を減らしていくというところでしょう。さあ、ラリアットからカバー。カウント2っていうことは高木三振の方がちょっと言うか。さあ今度は決める、フェイスバスター、おお、ダウンを奪っていく。ターザン後藤がちょっと余裕か、ペースを握ったか。高木三振は調子がいい時はかなり早い時間から必殺技のひまわりシットダウンボムが出る。それが あんまりまだ出ていないかな。出た、見てない。さあカウンダウンカウント5で、さあボディスラムで畳みかける高木三四郎、うんうん、さあテキサスクローバーホールド。高木三四郎はあれが結局2世タッグの、あの鍋やかん、鍋やかんのあれとかどうなってるんでしょうね。
まあ、本気じゃなくてもしてもあの辺でまだずっとごちゃごちゃやっていく、ごちゃごちゃってやっていくんでしょうね。なんか個人的には1回ぐらい秋山純とちょっと戦ってほしいなと思うんですけどね。前も言いましたけどね。さあターザン後藤が一気にラッシュをかけていく、流血させてからの、しかしカウント2、ダメージがまだ足らないか。さあこれはデスバレーボム、高木三四郎がやるときこのデスバレーボム違う言い方するんですよね。なんか違う言い方、スコロピオン、違った、スピリコドライバーかなんか、なんかそんな言い方するんですよね。はい、分かってないんだったら言うなっていうことで試合の方に集中していきましょう。さあ正面勝、でも先に起き上がったのはターザンごと、しかしフラフラ状態。さあ今日はよく出ているジャンピングアームブリーカーからの脇固めコンビネーション。さあ流血も相まってこれはかなりのダメージ与えれてるんじゃなかろうか。ゴールスム、さあ場外戦、ターザン後藤はここであえて追いかけない。こういう時の鬼神、鬼は怖い。さあ冷静に判断したか。さあ流血が痛々しい高木三四郎、わあしかしひまわりシュトダウンボムが出た。さあどうだ、うわやっぱり強いのか。ここ一発のあの技の威力のデカさ、一発のデカさがここで大きく命運を分けたというところでしょうかね。試合時間18分5秒、シットダウンひまわりボム、ひまわりシットダウンボムって僕いつも言ってるな、まあいいか。で高木三四郎がターザン後藤から3カウントを奪った試合でした。さあ高木三四郎はこれで45点で再び3位に並んだということですね。はい、というわけでまあそれら詳しいことはまた最後お手製の星取り表の方を見てお別れということ、お別れじゃない、お別れ者が、星取り表の方を見ながらということにしておきましょうかね。さあというわけで本日の4試合目、最後の試合となります、クリス正信対早草の試合、あ違う、よかった、危ない、早草じゃないです、ごめんなさい、早草の試合もやりたかったんですけども、先に、サスケの試合を消化しておこうということで、危ないところでしたね。クリス正信対ザ・グレートサスケの試合お届けしてまいります。試合開始です。ファイト。さあというわけでクリスが現在20点、サスケが、ここまで1敗を守って55点。まあサスケが残り全部負けたとしても、残り3試合、今試合この3試合、負けたとしても55点で、フォーゴが残り、今日は試合がないんですけども、フォーゴ残り2試合、なので両方勝ったとしても60点、で金村金太郎、現在3位の金村金太郎と高木三四郎が現在45点で残り2試合、つまり、全部勝ったとしても55点。そう考えるとサスケはもう全部負けてもクライマックスシリーズ出場条件である4位までに入るのはもう決定ですね。多分もうちょっと細かく見ていくと、誰が勝てば誰が負けるとかって見たことがあるので、全員がその残り試合を全部勝つということはもう不可能ではあるんですけども、まあ、このサスケのクライマックスシリーズは、決定ということですね。で、もう毎回ずっと言ってますけども、まだ決めあぐねてるんですよ、あのクライマックスシリーズのやり方をね。ファイプロワールドのトーナメント表を使って、まずは3位と4位が戦って、その勝者と2位で、その勝者と1位が戦うという
パイプロワールドのトーナメント表を使って、試合を重ねるごとにダメージも蓄積していくというシステムを、行うのか、お手製のトーナメント表を作って、シングルのノーマルマッチを行っていく、つまり、勝ったとしても試合数によってダメージの蓄積はなく、3位4位のなったレスラーはただ単に、連続で3位4位の試合と2位との試合とで1位との試合3回勝たないと、優勝できない、ベルトを巻くことができないで、1位のレスラーは、1回勝てばいいだけ、体力の差はなし。いやでも体力の差がない方がいいかな、トーナメント表を作った方がなんか良さそうやな。あまりにもちょっとその体力差があると1位がもう有利すぎるっていうのねあるような気もするんで、一応まあその方向で考えましょうかね。考えます。はい、まあということで、とにかくどっちの方式にしろ1回勝てば優勝が決まる、1位が断然有利、その今1位に一番近い男が、サスケで、まあ、そのサスケがなんでここまで強いかっていうのを考えると、ヒット&アウェイ、この打撃ですよね。離れたところから確実にダメージを与えていく、まるでこう戦場でいうところのスナイパー的な、相手のパンチは届かないけどもこちらのパンチは届くというようなスナイパー的なファイトスタイルと、あとは、コーナーからのダイブ技、これが大ダメージを与えているんじゃなかろうかというところ、この2つぐらいなんですけどね。ただまあでも2つはなんか確実ではないような気もするんですよね。あとターザン後藤とじゃあなんで負けたよ、ターザン後藤も2位ですよねっていうのもありますので、このクリスマスノブだってチャンスはありそうな気がするんですよね。あでも正面衝突で倒れないっていうところを見ると体力には余裕がある、一方的にクリス・マサノブが体力が減っている状態、カウント2ですもんね。なんですよね、このルールと相性がいいっていうことなんでしょうかね、まあ、考えられること。さあそうなるとクリス・マサノブが義国城というか大金星を上げるのも面白そうな気もするんですけどね。ただここまで試合時間まもなく10分ですが、サスケの方が多分攻めているというところなんでしょう。サードが丸め込んでカウント2、まあ、あとはねこれは難しい、僕もまだよく分かってないんですけども、一つの説として狙ったか狙ってないかは別として、そのレスラーの使う技とかパラメーターとかロジックとかのバランスがいいと強いっていうのはあるんかなと、偏ってると想像脳内でのこう想像でこういう風になるだろうという予測はできるんですけど、それで偏ってると意外と強くなかったりすることはあるんですよね。バランスが取れてる方がいろんなタイプのレスラーと戦っても勝つチャンスがちゃんと生かされるみたいな感じになってるような気がするんですよね。そういう意味ではこのサスケが、何かに特化するわけじゃなくバランスが取れてるからなのかなと思ってみたりします。まあくまでも仮説として聞いていただければと思います。さあちょっと待ってください、これはクリス・マサノブが一気にラフ殺法で盛り返したか。さあこうなると体力の差はもう埋まったような気がします。さあクリス・マサノブこのまま攻めてサスケから一本取るか。うわカウント2。さあこうなるとサスケとしてはこの離れ技まるでスナイパーのごとく行きたいところ、しかしつるみはつるみじゃない、なんでつるみじゃない、クリスとしてはここで絡みつくようにしたい。あこういうのですよね。お前落としていく、そして離れたところから持ってくる。うーんこれでダウンカウントが入るということですから、当然これはサスケの方が有利な展開に持っていけるというところですよね。さあ再び、おお今度は裏カンラナ、
カウント2。さあこう見るとまだカウント2でクリスの方がまだちょっと余裕があるか、大技一発が出れば十分ひっくり返りそうな気がしますが、さあ組んで、うん、顔面張り手からのチンロック。さあこれが出るっていうことはまだそんなにダメージ与えれてないか。さあそうやってる間にサスケがじわじわと迫りくる。大技をクリスは出したい。何がある。さあ踏みつけのカバー、うん、カウント2、うん、これは成功圏内に入った。どうだ、うわカウント2。クリスまだでも余裕ありそうですね。おおいいですね、こういうラフサッポー。さあクリスこのまま畳みかけていくことができるか。試合時間はいつの間にか間もなく16分というところ。さあダイナマイト2からチンロック、このままクリスがペースを握ることができればというところですが、サスケが返していく。ダウンカウントすかさず入る。この辺は一発のデカさがサスケの方が上か。いや蓄積のダメージがありそうな気がする。おおなんとかでしたね今。さあ椅子攻撃で打破、ダウンカウントが入る。さあカウント5、クリスとしてはこのままなんとか攻め続けたいところ。スタミナ切れをもう考えてる場合じゃない。さあミドルキックが入ってしまう。離れ技が決まる。さあサスケは組んでいった、ジャンピングブレンバスターで場外。そうなるとサスケが当然飛ぶでしょう。躊躇なくサスケスペシャルを決まった。これはサスケが一気に持っていくか。いやーしかし場外で椅子。さあ手を緩めない。もうこうなったら、あーしかし、いやクリスもすぐに起き上がる。そして椅子を手に、しかし当てれない。さあサスケも場外戦決して苦手なわけじゃないというところか。しかしクリスの方が目まぐるしい攻防。なんとか椅子攻撃、場外カウントはありません。ただし場外のクリティカルだけが反応するはず。しかし今回クリティカルが出ないですね。場外戦多いですけどもね。さあこの場外戦でペースを掴んだ方が完全に有利なはず。あー再びブレンバスターが決まってしまう。ここでもサスケがペースを掴んだか。さあ場外からリング内に戻ったのはサスケの方。おおでも、おおこぼれてるぞ。どうだこれで、うわっやったこれをジャイアントキリングと呼んでいいのかどうかは分かりませんが、クリス・マサノブ、男クリス・マサノブやってくれましたね。いやー苦しみながらもやはり勝つことが分からんな。サスケとしてはこれもう変な話、順位にはあんまり関係ないですもんね。負けても別にいい試合、落としてもいい試合なんですけども、はあ、やっぱりわからないですね。試合時間20分4秒拷問コブラツイストでクリス・マサノブがザ・グレート・サスケから、ギブアップを奪った試合でした。はい、というわけでこれで4試合終わりましたね。はい、大丈夫ですね。ではいつものように星取り表の方に行きましょう。はい、ということで毎度おなじみお手製の星取り表の方です。黄色で塗っているところがすでに終わった試合、ピンクのところが次回ですね、青で塗っているところが本日の試合ということで、本日の4試合をまずは振り返っていきましょう。第1試合の方が青柳正史対鶴見五郎の試合、鶴見五郎が勝ってこれで点数を25点に伸ばしました。で本日の2試合目、大仁田敦史対剣道長崎の試合は大仁田敦史が勝って、大仁田敦史これで30点。で3試合目、高木三四郎対ターザン後藤の試合、高木三四郎が勝って45点に伸ばしました。最後の試合、クリス・マサノブがグレート・サスケに勝って大金星と言ってもいいんではなかろうかということで、これで順位の大きな変動はないんですけども、
今日高木三四郎が勝ったということで金村金太郎と同じ45点で3位で並んだということになります。なのでこの2人がそのまま3位4位争いをしながらもつれていくのか、さらに10点差が空いてるんですけども、中牧、早草、郷、龍馬、この3人が、10点差をひっくり返すという、うわそうか、残り試合数で言うとそれを全部勝ってやっと追いつくというとこですね。あ、でもハヤブサとか残り3試合あるからまだ可能性があるということかですね。中牧と郷龍馬は残り2試合だから追いつくのが関の山。そうなると、この4位争いがめちゃめちゃ激しくなってくるというところ、まあそこまで奇跡を起こせるかどうかというところですかね。はい、というわけで、ほぼ固まりつつある順位ですが、4位だけはまだちょっと可能性があるということで、まだまだ続きますので、よかったら続き、明日もお付き合いいただけたらと思います。本日は最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。明日もお会いしましょう。ではまた。